します。愛する天の父なる神様、あなたの皆を心から褒め讃えます。今日この日を私たちに与えてくださり感謝します。私たち一人一人があなたの、創造の技によって、作られ、また今日生かされ、そして主イエスキリストを信じる信仰が与えられて、すべての罪が許され、神様の子供、神の家族の一員として受け入れられ、また永遠の命の中に生かしてくださっていることを心から感謝します。週の半ばにこうしてあなたの会堂に私たち一人一人を集めてくださり、祈り会の時を持つことができてますことを心から感謝いたします。この世の中、本当に戦争のことや、またさまざまな出来事の中にあって、あなたの御心が天でなされるごとくこの地でもなされます。願くはロシアやウクライナ、その地域にある人たち、あなたからの平安、また救い、助け、導きが与えられますように。私たちもこの時代に生かされているものとして、主の御心をなし、またキリストの体である教会の神の家族の一員として歩み続けることができるように、御霊と御言葉によって導いてください。今日あなたが集めてくださったお一人一人の方々を感謝します。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ようこそこの御会にお越しくださいました。聖書をお読みいたします。今日の箇所は詩編95編。水曜日の祈り会では詩編を順番に皆さんと見ておりますが、今日は95編です。詩編95編をお開き、はい、よろしいでしょうか。詩編95編、1節から3節、私の聖書は新改訳のちょっと古い方なので、皆さんと訳が違うかもしれませんが、それぞれの聖書をご覧ください。詩編95編1節から3節です。さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って御前に進みゆき、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。はい、ここまでで結構です。ありがとうございます。先週はですね、この一つ前の詩編94編でした。もう一度この94編の1節から3節をお読みします。復讐の神、主よ、復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主よ、悪者どもはいつまで、いつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。先週は復讐の神というテーマで見たんですが、今日はですね、この95編は主に向かって喜ぼうと、主に向かって喜ぼうということなんですが、なんか先週がですね、この復讐の神って言ってて、今週はですね、主に向かって喜び叫ぼうっていうと、なんか随分違うなと思うんですが、実はこれ違いはないんですね。先週のこの94編の一番最後のところ、22節23節にこうあります。しかし主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となられました。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神主が彼らを滅ぼされます。つまりこの復讐の神ということは、神様は完全に正しい清いお方で、公正なる裁きをしてくださると、
まあ、復讐するは我にありという、 こう聖書の箇所も先週言いましたけども、神様がその報い、裁きを与えてくださるので、私はそのことを心配する必要がないんだということ、全てのことを神様が公平に見ておられて、その正しい報いを与えるお方である。で、そういうお方だからこそ、この続きの95節で、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの世に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進みゆき、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう、続くわけですね。主が全てのことを見ておられて、全てのことに対して正しい裁きを、判断を、報いをするお方、そして主を信じる私たちを救ってくださっている、そういうお方だからこそ、私たちは主に向かって喜ぶこと、私たちの救い、このことを喜びますし、感謝をすることができる、主に賛美ができるということです。3節に、これ3節ですね、もともとの言葉、まあ、英語の聖書でもこれ出てるんですが、なぜならって入ってるんですね。日本語の聖書がこれ抜けてますけども、なぜなら、なぜなら、主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。なぜ私たちが主を賛美し、主に感謝をすることができるのか。なぜ主に喜び叫べるのか。なぜなら主こそ大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王、この世で作られた、まあ、すべての神々、まあ、すべて偶像なわけですけども、それらに勝る大いなる王の王、主の主、天地万物を作られたお方である。まあ、そのことがこの4節5節でも確認されています。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの、主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。神様こそ、主こそが天地万物を作られ、創造されたお方、大いなるお方ですから、このお方を私たちは、このお方に向かって喜び、また感謝をすることができる、そういうことですね。6節、6節、皆さんもそれぞれの聖書でご一緒にお読みしましょう。3、はい。来たれ、私たちは不思議拝み、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。来たれ、英語の聖書と、come、来なさい。これ私たちに対する呼びかけですね。私たちに対する呼びかけ。で、私たちって誰でしょう。主を信じる者たちです。この主を、天地万物を作られた私たちの救いである主を信じる者たちに対して、来たれ、来なさい、こう呼びかけるんですね。この前日曜日の教会学校の聖人科の時だったんですが、ちょうど礼拝についてのテキストの箇所だったんですけども、礼拝、聖書を教える礼拝がどういうものかというのを見ました。で、その時にですね、教会学校の時ですけども、礼拝というのはバイブルスタディではありませんと、礼拝は、聖書講演会でもありませんと。ですから礼拝に皆さんが来るのは聖書の話を聞きに来るのではないし、バイブルスタディをしに来るのでもないと。もっと言うと、礼拝は自分が受けるために来るんじゃないんですね。自分が来て礼拝を通して、心の慰め、平安を得る、それは素晴らしいことなんですが、それがメインの目的ではないんですね。礼拝とは受けるものじゃなくて捧げるものですね。主に対して捧げるもの。ですから自分が心の平安とか慰めを得る、それはもちろん大事なんですが、それが第一の目的じゃなくて、主に礼拝を捧げる、礼を持って拝む。ですから礼拝は奉仕、サービス、サーブされに来るんじゃなくてサーブしに来るんだ。
ちょうどこの前の教会学校で見ました。うん、6節、来たれ。私たちは不死拝みひれ伏そう。これも教会学校でやりましたけど、私たちは不死拝みひれ伏そう。これが礼拝の態度だっていうんですね。ですから当然メッセージ聞きに来てるんじゃないですね。これは私たちは主の前に不死拝みひれ伏そう。私たちを作られた方主の前にひざまずこう。これが礼拝だっていうんですね。そのために神来なさい。ですからやっぱりちょっとオンライン礼拝は厳しいかな。そうするといろんな事情でオンライン礼拝、ね、しておられる方、それはそれぞれの事情があって、まあ、私たちの教会のオンライン礼拝も本当に用いられててですね、だいたいこう礼拝ですと100回から150回こう再生回数がありますから、ですからかなりそのうちの教会以外の方々も私たちの教会のオンライン礼拝を、ご覧になっている、まあ、それはそれで、素晴らしい主の働きだと思いますし、こういう日本人教会がないところで見ている方もいるかもしれない、あるいは私たち教会で救われた方が日本に帰ってですね、それで、見ている方もいらっしゃるかもしれない、まあ、それでオンライン礼拝福音宣教に用いられているんですが、しかし来なさい、神、主を礼拝するために、だから神って言われているのに、いや私は家で寝てますって神って言ってるのに家でゆっくりしています、教会に行くよりも家で主を礼拝、いやオンライン礼拝いますと、それはやっぱり神にはなってないですよね、まあ、いろんな事情で、ね、来ることのできない方、それはもちろん教会としてフォロー必要する必要はあると思いますけども、でも主は来なさい、来て主を伏し拝みなさい、ここに来て主を礼拝する、その主の会堂に来て主を礼拝しなさい、そう主は言われてるんだと思います。7節、実はこの7節もですね、最初になぜならっていう言葉がついています。なぜなら、なぜなら主は私たちの神、私たちはその牧場の羊、その群れの羊である。なぜ私たちが来なさいと言われるのか、なぜ私たちは主を伏し拝みひれ伏すのか、なぜ私たちは主の前にひざまずくのか、それは主が私たちの神、私たちはその主の牧場の民、その御手の羊だから、その主の牧場の民、羊として主に、主の御声に従ってついてくる、羊のように弱いもの、迷いやすいものだからこそ主の御声に聞いて主に導かれて歩んでいくんだ。新約聖書からこのことを見てみましょう。ヨハネの福音書10章、ヨハネの福音書10章です。ヨハネの福音書10章、ヨハネの福音書10章からいくつか見ますが、まず11節、ヨハネの福音書10章11節、ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私は良い牧者です、良い牧者は羊のために命を捨てます。イエス様の言葉ですね。イエス様はご自分のことを良い牧者である、そして良い牧者であるイエス様はその羊のために命を捨てる、まあ、十字架にかかる、そういうことを言われました。16節ご一緒にお読みしましょう。3、はい。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります、私はそれをも導かなければなりません、彼らは私の声に従い一つの群れ一人の牧者となるのです。この囲いに属さない他の羊がある、イエス様は言われました。
まあ、これがユダヤ人以外の異邦人、つまり我々を含む、そういうことを言っているのか、まあ、この場にいない人たちのことを言っているのか、いずれにしても私たちもですね、かつては全く主を知らないで、神ではない神を拝んだり、神を信じなかったものなんですけども、でもこの囲いに属さない私たちをも主は導いてくださり、私たちは主の声の聞き従い、この一つの群れになって歩むことができている。26節から28節、ヨハネ10章26から28、ここもご一緒にお読みしましょう。3、はい。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。イエス様の主の民、主の羊であるならば、主の声を聞き分ける、この聖書の言葉を通して今も語ってくださっている主の声を私たちは聞き分けて、そして主は私たちのことを知っている、そして私たちは主についていく、主の牧場の羊として。そしてその結果どうなるかというと、ついていった結果、主は私たちに永遠の命を与えて、天国に入れてください。決して滅びることがない。誰も主イエス・キリストの手から私たちを奪い去るようなことはないんだ。そういう主のお約束を今日も確認したいと思います。もう一度詩編95編に戻りましょう。もう一度詩編95編、この詩編95編は見てきましたように、この賛美の詩編ですね。主を褒めたたえる、主に感謝する、そういう賛美の詩編です。しかしそれだけではないですね。この95編の最後のところ、9節から11節、95編の9節から11節、皆さんでご一緒にお読みしましょう。はい。あの時あなた方の先祖たちはすでに私の御業を見ておりながら、私を試み、私を試した。私は40年の間その世代の者たちを忌み嫌い、そして言った。彼らは心の迷っている民だ。彼らは私の道を知ってはいないと。それゆえ私は怒って誓った。確かに彼らは私の安息に入れない。確かに彼らは私の安息に入れない。その主の技を見ていながら、主がどういうお方を知っていながらも、主に信頼して歩まない、そういう者たちに主は、確かに彼らは私の安息に入れない。ですからこの詩編95編は賛美の詩編だけではなくて、主からのワーニングというですね、警告ですよね。これは主を知っていて、主の話を聞いていて、そのどういう方かも知っていながら、主に従おうとしないなら、確かに彼らは私の安息には入れない。ですから信仰ってこう頭で知ってることだけじゃないですね。頭でもちろんこの聖書の言葉を聞いて理解して、そしてそれに信頼していくということは、主に従っていく、これが信仰ですね。ですから頭で聞いていて分かっていても、信じて歩んでいかないなら、それは主イエスキリストをして信じて救われる信仰ではないんだと、そういうことを聖書は繰り返し繰り返し教えています。だからこそ1節から3節、さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの上に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう、なぜなら
主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。本当にこの主を自分の神、主と信じているなら、私たちは主に向かって喜び歌う、私たちの救いに向かって喜び叫ぶ感謝の歌を持って、私たちは主を礼拝、主の前にひれ伏して、主の御声に聞き従い、主の救いを喜び感謝することができます。この前のメッセージの最後のところでですね、先週の水曜日のこの祈り会の後に、望月さんのところに家庭礼拝に行ってですね、日本ので、まあ望月さんのところに行くと大体望月さん坂本さんの話をしだすんですね。いやあの人はすごかったって、もう望月さんも十分すごいと思うんだけども本当に坂本さんすごかったって望月さんも言うんですね。で礼拝の時に言いましたけども、こう坂本さんがいつもこう主に、感謝していた。で望月さんがなんでそうやって感謝して喜べるの、もう体も痛いだろうし自分より10歳も年上でどんどん弱っていくのに、なんでそうやって感謝できるのって聞いたら、もう一日一日イエス様に会う日が近づいてるんだ、そう言ったんですね。で、まあ、これ礼拝では言わなかったんですけども、先週望月さんに会った時に望月さんこういうふうにも言ってました。で坂本さんはこういうふうにも言ってたね、なんでそうやって感謝できるの、なんでいつも喜んでいられるのって望月さんに聞いたら、坂本さんはそれは自分に死ぬことだよって言ったそうですよ。自分に死ぬことだって、もう望月さんこの言葉に衝撃を受けた。もう僕と話すたびに坂本さんの話が出てくるとこのことを言います。自分に死ぬことってどういうことなんだろう、ずっと私考えてるんだって言うんですね。で私も望月さんに聞きました。望月さん、自分、坂本さんが言った自分に死ぬことだってどういうことだと思います、望月さんこういうふうに言ってたんですね。それは自分のいろんな思いや願いがある、体が弱ってくる、どん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 死ぬことに近づいてくる、いろいろこう当然不満とかこうしてほしいとかああしてほしいとか自分の気持ちや感情がある、それに死ぬんだ、自分に死んでイエス様だけを見るんだ、イエス様の十字架だけを考えるんだ、こんな自分でもこんなに弱っていく自分であっても主は私を愛してくださって、私を受け入れてくださって一日一日天国に近づくようにしてくれる、それが自分に死ぬことなんじゃないかな、望月さん言ってました。私たちは今からいろんな祈りの課題を出し合って、また個人の祈りの課題を出し合って分かち合って祈りますけども、もちろんこのいろんなことのために祈るのは大事ですよね。自分の健康とかいろいろな課題とかで、当然そこには自分のいろんな個人的な願いがあります。こうしてほしいとか、こうしてほしいとか。で、それを当然祈っちゃいけない。何でも祈っていいんですけれども、でもともすると、そうならないときに、じゃあ私たちは喜んで信仰生活できるのか。たとえそうならなくても、いや、そうならなくなるときは来るわけですから、特に健康とか。そうならなくても私たちは感謝できるのか、主の前に喜んで信仰生活できるのか。で、そこはやはり自分に死ぬっていうことだと思うんですね。自分に死んで、そして主イエス・キリストに生きる。死ぬこともまた益である。パウロはそういうふうに言いました。私たちのゴールはもう見えてますからね。ここに一歩一歩向かって私たちは今日これからも歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を心から褒め讃えます。さあ主に向かって喜び歌おう、我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう、感謝の歌を持って御前に進み行き、賛美の歌を持って主に喜び叫ぼう、
なぜなら主は大いなる神であり、すべての神々に勝って大いなる王である。主よ、私たちは本当にこのあなたを知ることができていることを、聖霊なる神様の助けと導きを感謝します。私たちは毎週日曜日、本当に主の前にひれ伏し、主の前にひざまずいて主を礼拝することができるように、来たれ、来なさい、そういうふうに主は私たちを招いています。今日もこの祈り会に私たち一人一人が来ることができたことを感謝します。一人一人あなたが来たれというあなたの導きに応えて、この雨の中、またさまざまな事情がありながらも、この祈り会に集った兄弟姉妹感謝します。今度の礼拝にも一人一人この来たれ、私たちは伏し拝みひれ伏そう、私たちを作られた主の御前にひざまずこうという主の御声に応える兄弟姉妹を与えてください。今この時期、特に、いろんな厳しい状況にありますけれども、私たちが主によって救われたこと、そのことを感謝し、歩むことができるように、そして主が私たち一人一人を天の御国、永遠の命に一日一日導いてくださることを覚えさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。お祈りの課題をお立ちいたいと思います。先に全体の祈りの課題をお知らせしたいと思います。続き毎週行われている礼拝、また祈り会、お祈りしましょう。ウクライナでの戦争、ウクライナだけでなくロシアの人たちのことも覚えて、ウクライナ、ロシア、その国に国選挙、またリバイバルが行われるようにお祈りしたいと思います。この前の日曜日は小出の姉妹の入会式が行われました。来月、イースター礼拝ですね、来月の17日、そして24日、3人の方たちの入会式が行われます。はい、で、個人的な教会の方々のことも覚えてしたいと思います。